ようこそ宇治川の鵜飼にお越しくださいましてありがとうございます。本日の鵜飼で鵜匠をいたします江崎鵜匠です。こんばんは。そして私見習いの鈴木と申します。皆様どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは鵜飼を始める前に少し鵜飼の話をしたいと思います。鵜飼というのは今皆様の目の前に位置を当てていますこの鳥、鵜という鳥を使って主に鮎などの魚を捕る漁法の一つです。現在日本では11カ所の地域で鵜飼が行われております。有名なところですと岐阜県長良川の鵜飼、ここの近くでしたら京都市嵐山の鵜飼があります。鵜飼の主役といえば何といってもこの鳥です。この鳥、正式には海鵜という渡り鳥になります。ここ宇治川にも海鵜によく似た野生の川鵜という鳥がいますが、日本の鵜飼では川鵜より一回り体の大きな海鵜を使っているんです。この鵜の特徴といいますと、喉元が伸び縮みする袋のようになっているところです。ですので喉元にたくさんの魚を溜め込むことができます。鵜飼をするときにはこの鵜の首の付け根を紐でくくっておきます。そうすることで鵜が魚を取ってきても魚は喉元までしか入りません。それを鵜匠が吐かせるんです。この首のくくりですが、きつく締めすぎると鵜は息ができないですよね。苦しがって水に潜れなくなります。反対に緩すぎると今度は取った魚が喉元で止まらずにお腹の中にまで入っていってしまいます。そうすると鵜もお腹が膨れて魚を取ることをやめてしまうんです。また鵜が取ってきた魚を私たち鵜匠が全部吐かせてしまっては鵜もやる気がなくなってしまいます。ですので大きな魚は喉元で止まり、小さな魚はお腹の中にまで入っていくようになっています。この首のくくり加減が難しく鵜匠の技術の一つとも言われているんです。最後にですね、この宇治川の鵜飼の鵜について少しお話をしたいと思います。鵜飼の鵜は基本的には野生の海鵜を捕獲してそれを飼いならして鵜飼に使っております。鵜はとても神経質な鳥ですので、私たちが飼育している環境の中では鵜は卵を産まないと言われてきました。ですがここ宇治川では平成26年2014年、ですね、一番の私たちが飼育している海の中で 一組のつがいができて卵を産んだんです。その卵を私たちはフラン機という卵を温める機械に入れて温め、1羽のヒナが帰りました。
日本で初めて人工化で誕生したウミウのヒナです。それから毎年のようにウタチは卵を産んでくれて、今では合計12羽の無事で生まれたウミウたちが元気に育っております。12羽のうちですね、すいません、この子たち愛称がありまして、12羽みんなウミウのウッディという同じ名前が付けられております。で、12羽のうち9羽は昨年度の秋から始まりました砂をつけないうかい、鼻中海の方で活躍をしています。鼻中海は毎年春と秋のシーズンにやっておりますので、そちらの方で活躍しています。そちらの方もご興味あったらぜひ見ていただけると嬉しいです。残りの3羽はですね、この鵜飼で活躍しています。今日も2羽のウッディがこの鵜飼で活躍いたします。ウタチと並び頑張るウッディたちにもぜひご注目ください。船の上の船頭はうまいこと映ってたな、鵜の頭を映ってたから鵜が見えない。あのな、あのキノコがホタルみたい。でもなかなかでも、まあまあ、もう頭だけはね、さあここで取らなきゃもう取るときないと。頑張れ頑張れ、おっさん頑張れ言われそうやね。あんたもだめでしょ。なかなか、おーおー頑張ってね。おー、これすごい大サービスや。よかったよかった。宇治川の鵜飼にお越しください。